セリア・フェインマン・アドラーはアメリカ合衆国の女優。イディッシュシアターのファーストレディという異名で知られている。幼少時のアドラー・ヤコブ・アドラーとダイナー・アーシテッティンの娘として生まれる。兄弟には腹違いの姉であるステラ・アドラーと兄・ルーサー・アドラー、さらにヤコブの5人の子供たちがいた。ステラとルーサーはグループシアターでの作品や映画への出演でそして 演劇技術の理論家としても有名となったが、セリアはほとんど舞台にしか出演しなかった。主に、イディッシュシアターでの作品への出演で知られているが、ちょうど1920年代から30年代にかけて、起こったイディッシュアートシアターのムーブメントに、後押しされたものだった。セリアはホロコーストで生き残った人の役を舞台で、初めて演じた女優の一人でもある。 その役で出演したのは1946年のルーサー・アドラーのブロードウェイでの作品 A フラッグ・イズボーン共演者のポール・ムニーとマーロン・ブランドと同様にセリアもまたイスラエルにユダヤ人国家を建設するために俳優組合の定めた最低賃金以上のギャラを受け取ろうとはしなかった1937年セリア・アドラーはヘンリー・リン監督のイディッシュフィルム ウェアイズ・マイ・チャイルドに出演する。1937年から1952年にかけて映画やテレビに何度も出演している。最後に出演した映画は1985年の記録映画でイギリスのドキュメンタリーオマンズ・アンドレーズンズだった。オーソン・ウェルズ、ハーシェル・ベルナルディ、セイモ・アレクサイトといった俳優たちがナレーションを務めている。セリア・アドラーは3回結婚している。 最初は、俳優のレーザー・フリード、次に、劇場支配人のジャック・コーン、そしてビジネスマンのネイサン・フォーマンである。心臓麻痺が原因で死亡した。マウント・ヘブロン墓地のイディッシュシアター関係者用の区画に埋葬されている。ありがとうございます。